を競う。具体的には鉱山で働く人探しか。はい、具体的な依頼。おう、ん？え？その格好。二人とも。ちょっと待って。おいおじさん、おいら。お前たちは鉱石鑑定、それに俺の見立てで。ちょっと待って。どうしてだ。だって一番。勝利はきっと講談を聞いてると思うぞ。講談師のところに行けば会えるはず。やっと仕事の手配が終わったよ。本日は運がいいようです。前回の見つけたぞ。お前たちも講談を聞きに来たのか。なかなか粋な心がけだ。いや、オイラたちは勝利。時間ならあるが。地質と鉱石。地質とこの大陸、その依頼。だからオイラ。本当か。先に断。知識の海。そう、とりあえず。その人。そうだ。大げさだな。まあここでいい。ここでいいんだっけか。お、来たか、軍獣。ん？王城堂のか。ん？大尉、早速試して。ん？じゃあ勝負。臆することなく望む。なんだかい。つまり。いえ、そういうわけ。僕が石を持っ。そんな曖昧な状態で来たの。俺がリーウェイ校に来る。そしたら。でも。そこまで。勝利先生、この石を。この石はそれもただの5名と。この石、もちろんこの石の。そんな。いや、彼が水晶は。勝利も。勝利先生、見識を深。いえ、スタイ。わかった。
ここが事件の発生6日前、仲間と一緒、つまりそうだ、この種の仕事にないと思う。うん、こんああ、まんべんなく、ゲッ、ああ、わかった。4人の人間が突然消えるなんて、さすがにおかしいぞ。おい、上着とズボン、この鉱山、一、はあ、これってということは、あと顔を洗顔用のビってことは、それはない。採掘用のそれらの道具を持っていく余裕はあったのに。一つ、彼らは近くです。二つ、え、その可能性は自分たちから。とりあえずこの辺りで手がかりを探してみよう。くんじゅ、ああ、ちょうどよかったです。何か発見し、ここに鉱石、それはなんかす見えましたよ、子供それに見えた、ああ、実は僕、推測や予想でさっきみたいに、はい、すごいな、それは石の種、一方石を目に皆さん多分か来たか、彼らは北へ向かう。刀はお茶と同じく丁寧に味わってこそ本来の趣がわかるものです。ここの労働者か。ああ、そうだ、一体何が、俺と他の4人の一番奥のテント、まさかテントにいた人間、もしかすると、作業区域で手がかりも結構揃ったし、タイに報告しに行こう。帰ってきたか。近くで手がかりを、一つ、誰かに連れさ、二つ、作業区域、そういえまさか俺が言いたかった子供、でもそれで俺たちの調べに来たか。よし、今すぐ人手を集めて調査のことを、待て、で、鉱山を離れる、みんなには傷、いいだろう。それじゃあ、今の状況をまとめると、おい、ああ、でも待て、え、あ、本当だ、手がかりはもう見つかったろ。ごめんなさい。沈流石、沈流石は一般、正直、あ、はい、その言葉はもしかしたら、なるほど、本当ですか、大したこと、それじゃあそろ、ああ、そ、よし、じゃ、レイク館の出口に、
どうやらレイク間を通過してさらに足跡を追え。あれ、足跡がここで途切れてる。付近の人に聞いてみよう。もしコーフたちがここを通っているのなら、誰か見ている者がいるかもしれない。邪魔だ邪魔。こっちしょうがない。あの人たちすん、その子供の姿チラッと見たで、彼らが歩いた。そうよ、ここオイラたちも。私は演技もー甲府オイラたち、あなたが言うそ、本当か。はい、一昨日のことです。南天門からレイク館、それが、いや十分だ。お役に立てれば最、これから学さっきの学者によれば甲府たちは、でも同じ子供と大人のグループなんて、いい。あそこの石を見てください。おお、多分使えそうです。試してみ、
間違いありません。君主殿がこんなことは。君主はそれは結構だが、4人の成人、はい、それとここに至るまでに甲府たちは、お先ほどこのさすが、横にカゴも、この様子だと起こすか。まだ、あ、何これ。これほどの種、近くに休めれば。どうだ、死んだりしないよな。過労で昏睡状態になっている。おいら可能性はあるな。あれ、これは皆さん、この人が持っていた鉱石の破片の記憶を見ま、その彼が誰かに、でもそれなら何かが起き、なんだな、俺たちに。タイと出会う前までタイが皆さん、これは綺麗な水晶だ。遠慮せず、これは勝利せ、あれ、いや、ありがとう、大事にさせても。受け取ってくれて。ここ一帯は訓示は鉱石は大地、皆さんはゆっくり休んでてください。心配するな。そうだ、おい旅人、チン訓示が探す沈流石は元素反、ああ沈流石は、そうだ、だが現代の理由、確かにおかし、鉱石を商売にする者の中に別の意、今はまだ断定。それと相手との距離は、休憩が終わったら先ほどの甲府、僕もちょうど終わりました。何か収穫は。ここ一帯の石、やっぱり鉱石の木、昔の木、岩は人間と、はい、うわ、なんか不思議、この腰、二手に分かれて調査しよう。ああ、君主、何か石碑が一つありました。なんか、いや、ダメ元でやってみましょう。これは、え、どうしたんだ。いえ、大丈夫です、今のところは。仕方ないな、見てみないと。そうだぞ。いや、待てよ、全員こっち、あれ、もしかしたら、この道は当たる、中から安心しろ中から尋常、このトンネル、彼らが掘ってできたのかもしれない。あの門、元からあったのか。古き封印に続く道だ。
誰かが止めなければ彼らはあのまま掘り続け封印の門を開けるだろう。まさか封印の中に何か。まさか直々のお出ましとは。貴様に封印された復讐がやっとできるわい。宿命として宿それが勝ちが貴様がわこの声弱だ。え、クンジャ久しいな。貴様見ての通り先の戦いのな仕方のないこと。これ真相を告げ正確に言う天地ジャクラリオありえん結界が緩そこで貴様ザレ事我の意識は人流石の一件で異変に気づいたが貴様のせいで長かった。どちらでも構わない。ジャクダ竜岩の記憶は長くはも魔王によって竜王は暴それは確かにそれは当初魔王もモラクスはだから我らは貴様となり貴様の意志から我が生まれた。我は貴様やめろ。我こそは断る。モラクスは虫けら貴様は貴様がわす天道万象三高知先生
さんに。おかしい。貴様はと春になれば違う宿命でもらっくせ。あの女の子が弱だ。自らけじめ。モラクス。ああ。好きによ。貴様が我に。大したことでは。目が見える。そろそろ力。相変わらずさ。少し外を歩。今やるべき。そうだ。お前たちここにいたのか。道中休んでいるショーも。ん？大したことでは。ど、体力を使い果たしてはいよかった。その人らを。ああそうだ。我も一緒に。問題ない。クンジュ。我ではない。我が消え。お前は相刀に目は弱だ。ああ。今の俺は。貴様ですらす。構わない。その日が来たとしても。リー。元王帝君がいないリーゆえは。神がいなければ。ここは人の国だ。すべての犬だが釜を。貴様は永寿命なら。そうでなければ冗談を。かつての総岩石にはここ。貴様は義を得。竜は天を。だから我がどう取り付契約の。感謝する。我の命を。行くのか。モラクス、縁があればいつの日か必ずまた会おう。おう。ああ、俺たちとクンジュは、ああ、もうかなり。前回の続きといこう。岩王帝君は山々を一人でくぐり抜け、地の割れ目から聞いたこともない音を聞きました。リーゆえの地下に住む古代の岩元素生物、そのほとんどは目が見えず何千年も空を見たことがない。その音は歌のように悲しくもあれば、イカズチのように恐ろしくもありました。岩王帝君は辺りを回り、岩層から奇妙な石を見つけました。それが弱田竜王だった。彼の望みに応え、俺が地上に連れて行った。岩王帝君はその石を憐れみ、自らそれを本物と見まがう巨竜に掘り上げました。俺が彼によう見る両目を与え、契約を交わした。指を筆のように振るい、竜の目の玉をつけました。その瞬間、空に雷鳴が届き、本物の竜が現れたではありませんか。俺は彼が地上の人々と生きることを認めた。しかし彼が秩序を破れば、再び暗闇に封印することになる。その後、竜はいついかなる時も岩王帝君のそばに仕え、一緒に戦いました。このような言葉があります。金石が砕かれ、誇りを震わし、山と川を二つに裂いた。竜は命と目を与えられ、祝福の雨を大地にもたらした。千年前、弱田は双眼巨炎を襲撃した。沈流石はその戦いで生まれたものだ。その対戦に彼は自らの意志で封印。俺も逃れる。力が強大であればあるほど、自らの手で正しい道の。しかしやっぱり大したことではない。今回はたどういたしまして。なんだ。そうだ、この前その人がオイラたちに勝利
それを言う。なんでだ、なんでな。分かっている。まさかそのこの契約は。そんな。俺はお前を友だと思っている。こうなるってお前はますますこの大陸にはそれらは長い。お前なら証明するためそのものへと。